梅村聡君はい、日本維新の会の梅村聡です。えー、今日は四名の参考人の皆様方から、えー、貴重なお話を聞かせていただきましてありがとうございます。えー、今日はあのお一人ずつにですね、えー、質問させていただきたいと思いますが、あの最初に原田参考人にお願いしたいと思います。あのまあ今回その七十歳までの、えー、就業機会を確保していくと。 いいうここととについてはこれはれ私たちも必要だとどういうふうに担保していくかということが大事だという認識をしておるんですが一方でまあ我々の党の中でのいろんな議論の中ででもですねじゃあこの70歳までこの機会を確保したときにですね現役世代あるいは若い世代にその雇用環境としてどれぐらいの影響が出るのかという議論が実はありまして でこれはあの学術的には私たち専門ではありませんので、まあ、いろんなヒアリングもさせていただいたんですがちょうど60歳から65歳にその雇用機会を引き上げた時がです、ね、昭和61年なんですねでここがまあ努力義務でスタートしたということで、まあ、何十年もかけてこうやってきたという面が一つあったと思います。 それから、やっぱりこういうモデルっていうのはなかなか定量的に測るのが難しいということで。まあ実際どれぐらいですね、えー、若い世代の雇用に今度は跳ねてくるのかということが、学術的にもし知見がありましたらですね。源田参考人からお伺いしたいと思うんですが。源田参考人ご、はい、質問ありがとうございます。あの、答えできる範囲で回答させていただきます。あの まあ高齢者の雇用を守るということは結果的にその高齢者以外の特に若年の採用に影響を与えるのではないかということにつきましては私自身も以前そういう研究をした経験がございます。特にまあいわゆる氷,氷河期世代が非常に就職が難しかった90年代後半からまあ2000年初頭の時期については私自身の研究ですと例えば45歳以上といえば当時まあ雇用の過剰感が強くて希望退職の対象になるようなまあそういう労働者が非常に多い職場というのはあの結果的にそ,そういう方 を解雇するよりはまず命に新卒採用を抑制するといったようなそういう面でもこう中高年の負担感っていうのが若年採用に影響を与えてきたというふうな時代はまあ、特に氷河期世代の頃には強くあったように理解しております一方で現在のそのたぶん60歳以上が増やしたことによって若年の採用に影響があるかということに関しては私の理解する限り必ずしも研究の中でこう合意があの一定の合意ができているというわけではないように思いますと言いますもそれはおそらく企業によって ケースがだいぶ違ってきてるわけで、先ほど石田さんこれにもお答えになったと思いますが、ただ雇用化に守りながらも、一方でそう人件費負担がどのくらい大きくなるかということは、そう全体的な賃金体系などそう、人件費をどういうふうに柔軟に調整できる余地があるのか、賃金体系は硬直的に守る、それ雇用を高齢者を増やすというだけですと、やはりどこかにしわ寄せがある可能性はありますが、先ほどいろんな合意をする中で、雇用は守る一方で、まあ、人件費については柔軟にあの調整できるというふうになってきますと、やはりと 分それだけ若い人の影響というのは軽微になってきますので、そういう雇用を維持するということと合わせて、どういうふうな調整がなされているかということが、おそらく高校の企業レベルでは若年採用ですとか、中途採用に与える影響かの違いを生み出してくるのではないかというふうに考えております。以上とととなりりまますすありがとうござい学術的にはあの見える面とそれから モデルとしては難しい面がいろいろあわれたと思うんですがそれではあの次に妻と参考人に同じお話をさせていただきたいと思うんですがあの中小企業の立場から見ますとじゃあ人を雇用する時にあの単年度の人の多い少ないで見るんではなくてやっぱりある程度その経年的にですね、えー、この方が何歳になって退職されてということをこうトータルで。 まあ10年20年単位で,です、ね、見なながら採用していいくとととううことにはなると思うんです。でそういう面から見ますとね、今度、これ70歳までの,、まああの少し多様な雇い方は、雇い方あるいは働き方ありますけども、それによって、えー、今度は若い世代のです、ね、採用計画、これはどのようにあの想定されているのか、どういうふうな議論があるのか、教えていただきたいと思います。 本参考人はいい、えー、答えいたします、えー、特にあの中小企業の立場からです、ね、今、若い人が取りたくても取れないというのが、あの実際のところはです、ね、この人手不足の中ではそういう状況だと思います。まあ、新卒採用もです、ね、大企業が終わってからの採用ということなんですが、なかなかこれも入ってくれる人がいなくて大変だ。となると、じゃあどこでということになりますと、やはり高齢者。 あるいは外国人、またさらに女性を活躍してえー活躍してもらうということになると思いますが、一番やはり高齢者のところでですね、あのまあ延長してですね、やってもらっているというまあ実態はそういうところが非常に多いというふうに思っております。ただ若者もやっぱり採用して企業の活力,活力をですね、あのまあ高めていきたいというふうに思っております。なかなか計画的にできないところが悩みであると思いますが、このあの中途採用に関しても、あの中小企業から大企業に行く 方が実態的には多いということですので、今後、こうした中途採用もです、ね、大企業から中小企業に来るような、こうした我々としても支援といいますか、に持っていきたいというふうに思っております梅村聡とは君、い。そうすると、70歳までの方もです、ね、えー、やっぱり本格的なその戦力として、中小企業で働いていただくということになるかと思うんですが。あの ちょっとこの今回の法律とは外れるんですけども、あのうつもと参考人ですね。あの在職老齢年金の問題があると思います。やっぱりこれが高齢者の方の働く意欲をそぐことになるんじゃないかというまあそういうご主張もずっとされてるかと思うんですが、これ今のですね基準額ありますですよね。これまたあの年金法の方で議論になるんですけども、この金額のまあ。 適正な水準といいうかですねあるいは減額幅これもちろん金額を上げて減額幅も少なくした方がいいかとは思うんですが、えー、これに関しては全面的に撤廃する方があ皆さんにとってはま非常に良いのかあるいはまあこれ段階的にいろんな議論があると思いますがちょっとその点の立場をお話しいただければと思います。相参考人 はい、あの我々の,あの調査によりましてもです、ね、あのその点が非常にあの高齢者、あの就業を進めていく上でのネックになっているという声は聞いております。まあ、我々われの意見といたしましては、これをやはりあの縮小の方向で見直してくれということをわれ、まあ、あのいくらというのはあれなんですが、あということを意見として,述べ,ていた述べさせていただいております。まあ、あのしかしあのこの、この財源がこれあるというふうに思いますので、代替財源を確保した上で、こうした措置を進めてくれというのが我々の主張であります。 梅村聡君はい。まあ、あのどれだけ高齢の方にしっかり働いていただく環境を作るかということが大事かなと思っております。それでは、あの、えー、石田参考人と、そしてあの水野参考人にお話を伺いしたいと思いますが、えっ、ー、と今回あの法案の中で、あの労災保険法の改正も含まれております。で、この中であの特に今日取り上げたいのは、副業と兼業の問題。 なんですけどもまあ、今回えっ、ー、と労災認定はですね。これ、複数の事業所をですねトータルで見ていくとだから、給付額に関してもそれをきちっと按分をしてですね認めるということで、あの私は一歩前進だと考えています。で、ただ、あの不十分な点はですね。これは事故が起こった後の話なんですね、えー、事故が起こる前については。 現時点ではまだまだ副業、兼業の方々は、ですね例えば安全配慮義務にしても、ですね健康確保措置についても、私は非常に不十分ではないかなと考えております。でこのことも、前回のこの厚生労働委員会で質疑をしたんですけども、労、ま、政、あ、審はじめ、もう一つ、こう対応すれば、そこをきちっとカバーできる。私はあの もともと内会をしておりますのでやっぱ長時間労働された方にはきちっと面談をしてほしいし定期健診はきちんと受けてもらってその結果というものをきちんとですねフォローできるような体制をしたいんですけどもやっぱり副業・兼業の方々への,その対応というのはこれなかなかいい案もなくてですねでも一歩でも2歩でもやっぱり進めていくことが大事だと。 考えているんですがあの石田参考人のお立場からですねまずどういう対応がまあ考えられるのかということを教えていただきたいと思います石田参考人はい、えー、それではあの大変難しい問題ですけどもあの少し考え方を申し述べさせていただきたいと思いますいずれにしてもあの兼業副業いわゆる労働時間の通算という意味では首都中という関係も含めてですねやはり 通算されてどれぐらいやっぱり一日の労働時間はしてるんだということはまずしっかりと抑えなきゃいけないんだというふうに思っています、まあ、そういった意味で仮に万が一事故が起きたときにどこに起因するのかということもまあいろんな見方はあるんだというふうに思いますけどもいずれにしてもその事故に遭った労働者の方が不利益と言いましょうかあのつらい思いをするということはこれは避けなきゃいけないんだというふうに思っています したがって、兼業・副業をするということであれば、それぞれ兼業・副業をしてもらう企業側にも、そのことをしっかりと分かっていただかなきゃいけないということが、入り口のところで,です、ね、非常に大事だというふうに思っているんです。そこのところをどうやって具現化をしていくかということでありますので、あの明確なお答えはなかなか難しいんですけれども、そのことをしっかりと念頭に置きながら、あこれからどんどんルールを。 積み上げていく、そのことが大事だというふうに思っておりますので、今、私の立場で言えるのはあの、給付とかいろんなことをもう大事ですけども、やっぱり事故にあった方の立場に立って、どういうふうにルールを作っていくかということだけはです、ね、しっかりと議論をお願いしさせてもらいたいなと、そんなふうに思っています梅村聡君あの。ちょっと同じ質問になりますけど水野参考人からお願いいたします水野参考人。はい あくまでも私の個人的な考え方ですが労働者の申告を通して使用者に労働時間等を把握していただくほかないのかなというふうに今のところ考えています労働者の方に申告、まあ、義務を課すのがいいのかどうか微妙なんですがして少なくとも申告があれば使用者の方はその申告に基づいて他の事業所の労働時間なんかも把握する義務を課すと。 でその労働者の申告がなされたことによる、使用者側の不利益な措置は、長文で明確に禁止をするというようなことによって、双方の事業所が、他方の事業所における就労実態をそれぞれ把握するということによって、労働者の健康を守っていくという方法ぐらいしか、ちょっと今のところ、思い浮かんんでおりません以上です梅村聡もう一つなんですけど水野参考人に じゃあ今度そのことをあの事業主側に何かこう、まあ、義務じゃないですけど貸すということは考えうるんでしょうか。え<っ>水野参考人すみませんあの。今申し上げたと,ところしか限度として考えていませんで使用者の方から労働者の申告がないにもかかわらず把握する。 追求すするっっってていいうのはちょととなかななかかか難しいかなと思ってますあくまでも労働者が他でも働いてますよというところまではちょっと言わざるを得ないのかなただそれを言ったらじゃあどこで働いてて何時間働いててということでその後はあのは申告を受けたらその後はまは調査義務といいますか労働者を通してということになると思いますが把握義務は、まあ、課していいのかなというふうに思ってます梅村敏君。はい、あのー 一昔前はなかなかそのまあアルバイトというかですね兼業するということがちょっと後ろめたい状況があってそしてあのまあプライバシーもあるというようなことがまあ中心だったんですけども今どちらかというと政府もですねえ副業兼業で自らのキャリアアップを作っていくとそれから企業側もですねえまあ情報漏えいの恐れとかはありながらもですねそういうものを、まあ 認めていくという方向になってきておりますのでまあ、あのちょっと今日はいろいろ意見もいただいてまあ、これをしっかり参考にしながらですね新しいその働き方の未来づくりを我々としてもやっていきたいなとそのように思っておりますあの今日は4人の,お三方,あの方にご意見をお聞かせいただきましてありがとうございました終わりますはいはい倉林昭